本日のゲストは味の素株式会社取締役常務執行役員の木村武史さん、そして森下隆一先生でございます。よろしくお願いします。いやさあ、はい、えりちゃんも大好きな味の素シリーズでございますけども、はい、そこから木村さんに来ていただいております、うん、ね。どんな話をちょっと聞きたいですか、今回は。えりちゃんはやっぱ食べ物ですかね。食べるの大好きですからね。はい、いつもお世話になってます。ありがとうございます。でも歴史ある会社でございますから、うんうん、ね。創業何年なんですか。確かに、まあ、会社始まったのは1909年ですよね。あ、じゃあもう100年以上ですね。110年違うんですね。歴史ある会社 その、ね、今研究されたりもされてるということでございますので、一体どうやってああいう製品が出てくるのかとか、うん、ちょっとそういったところを伺えたらなと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、皆さん絶対聞いてくださいね。